っぱり安定しててですね、福利厚生が良くて少数精鋭みたいなこともありまして、ホワイト企業が多いです。安定性は抜群なんですね。収入という面でいくと収入が高い傾向にあります。でも700万800万結構ザラです、まあ、サントリーさんなんかで1200万とか、ね、あったりします。こんにちは、就活コンサルタントの竹内です。今日はですね、食品業界の業界研究について一緒にやっていきたいというふうに思います。まあ、毎年ですね、非常に人気があって倍率が高い業界であるがゆえに、ちゃんと業界研究とか職種研究をしないとなかなか受からないということがありますので、まあ、基本的なことはね、ぜひこの動画で見ていただいて勉強していただければというふうに思いますし、まあ、もしね、業界の方がいらっしゃればコメント欄にいろいろ書いていただければ、まあ、いろいろとね、最新情報もできるかなというふうに思いますので、ぜひご協力をよろしくお願いいたします。でまずですね、業界の仕組みみたいな話でいくと、まあ、基本的にメーカーなので、作る、それから、まあ、流通で、それから消費者に売るという流れで、まあ、できています。まあ、作るの前にもしかするとね、原料の調達みたいなプロセスも、まあ、会社によっては当然あるかなというふうに思いますけど、まあ、基本的にはね、作って売るということになっています。で、よくこう間違えられるケースとしてですね、直接消費者に売りに行くわけじゃないんですね。例えばサントリーさんのビールだったらどういうところに置いてあるかって言ったら、飲食店に置いてあったりとかね、スーパーに置いてあったりとかしますよね。実際にサントリーの営業マンの人がですね、あなたの家に来てですね、売ってくるということは基本的にないと思います。まあ、みたいな形でですね、まあ、その代理店といいますかね、仲介、卸、まあ、そういったものを挟んで最終的に消費者に届けるというモデルになりますから、ある種保険の、ビジネスモデルと同じということですね。まあ、保険も、代理店営業という方がいらっしゃって、その方に本体の人たちは最近こんな商品出ましたよというふうに言っていくわけですね。それと同じように小売店とかね、飲食店とかそういうところありますから、まあ、そういったところに行って最近こんなビール出ましたとか、ちょっとうちのやつ扱ってくださいよとかいうふうな形で営業していくというのが食品メーカーの営業なので、まあ、文系の方はね、そのあたりよく注意して受けてみるといいかなというふうに思います。現在ですね、この業界の動向としてですね、4つほどポイントがあります。まあ、1つ目は何かというとですね、やっぱりですね、原材料をね、海外に頼っていてですね、まあ、円安傾向ということで徐々にですね、価格が上がってきているということですね、原材料が。なので、ちょっとそれで苦労しているというのが一つ目。それから、安全性がどんどん高まってきているということですね。中国の餃子の中に段ボール入ってたとかね、そういったニュースがあると、やっぱ消費者はかなり非常に安全性を重視しますから、そのあたりはかなり重要課題となってきている。さらに言うと、三つ目として、最近はですね、機能性表示食品とか特定保険用食品、まあ、そういった健康とか美容を意識したような商品が年々増加して売れるようになっているということですね。まあ、サントリーさんの特茶とかね、そのあたり結構有名かなというふうに思いますけど、まあ、時短とかね、そういったものも増えてきます。家で料理を作って食べるというよりも、まあ、どっかコンビニとかね、あるいはスーパーとかでもうある程度加工された食品を食べるということがだんだん増えてきたりとかいうふうにしてますので、まあ、消費者のライフスタイルが変化しているのに合わせて何か作らないといけないという、今までになかったタイプの食品商材が求められてきているというのがまずあります。4つ目ですね、国内の人口減少を受けて海外にどんどん進出しているというのがこの、まあ、業界の現状と特徴というふうになります。まあ、市場規模でいくとですね、まあ、30兆円ほどある、まあ、巨大産業ではありますが、やっぱり国内のね、人口がどんどん減少しているということがありますので、まあ、美容健康など高付加価値商品とか、まあ、海外でいくと、そのあたりの展開を各社しているというのがそもそもあるわけです。なので、当然取る人材もですね、それにそぐうような人材。まあ、例えば海外だったら、まあ、英語がある程度できて、海外駐在ができたりとかね、海外の代理店をもう作れたりとか、そういう話になったりしますし、まあ、国内であれば、なんか商品を企画するとかね、まあ、お金持ってるのは高齢者ですから、高齢者をターゲットにした新しい食品の開発とか、まあ、そういったことができるような、まあ、頭脳を持った人とか、ああいうことを、まあ、文系からだと求めたりします。理系からですと、工場の製造とか、ね、そういった部分、あるいは新商品開発の中での、まあ、研究プロセスとかね、そういったところも仕事ありますけど、まあ、全般的にこの業界は非常にホワイトなので、まあ、ホワイトの業界あまり人を取らずに人も辞めないということなので、やっぱり少数精鋭でかなり優秀な人を取っていくというのがあると思いますので、まあ、ぜひね、まあ、選考対策は万全にして受けていただくといいかなというふうに思います。でちなみに、まあ、収入とか安定性みたいな話でいくと、まあ、当然これ各社によってばらつきがあるんですけれども、やっぱり食品という特性上ですね、まあ、流行にそこまで左右されず一定の需要があるということで、やっぱり安定性は抜群なんですね。収入という面でいくと、本当にここは、まあ、ビジネスモデルとかね、あるいはメーカーなのか小売なのかとかいう点で全然こうばらつきがあります。なんですけど、まあ、一般的にメーカーと呼ばれているところは収入が高い傾向にあります。でも700万、800万結構ザラです。まあ、サントリーさんの方で1200万とか、ね、あったりします。まあ、なので、そこは結構各社によるのかなという形にはなってますけど、まあ、一般的に食品メーカーは非常に収入が高くて、小売の方に行くと、まあ、収入は若干低いということになります。やっぱり小売はですね、まあ、価格決定権がなかったりするのもそうですし、まあ、お客さんシビアに値段でね、見る一番その最前線にいますから、どうしても安くせざるを得ないということで、利益が乗っけづらいみたいなことは当然ありますから、やっぱ小売の方はどうしても年収が下がってしまうのかなというふうに思います。で、ちなみに、まあ、食品業界全体でいくと、生涯賃金の平均は2億4700万円ということで、主要産業のね、生涯賃金の中ではやっぱ安いプロに入ると、なんですけど、まあ、小売と、メーカーで全然そもそも違いますので、平均してこの金額になっているということなんで、メーカーの方行く
場合はもうちょっと高いかなというふうに思います。3億から4億ぐらいは普通にあるんじゃないかなというふうには思います。まあ、この業界を受けていく上で、まあ、次はですねどういうふうに志望動機を変えていけばいいのかということについて、お話したいと思います。まあ、先ほど言った通りね現状4つのポイントがあるというふうに言いました。なので、まあ、それにそぐうような形で基本的には志望動機なり入社をやりたいことを変えていくのがベターかなというふうに思います。例えば、企画開発職を受けるという場合は、商品の、ね、開発をするわけですけど、まあ、どうターゲットにするのみたいな話でいくと、やっぱり健康とか美容の意識がね、増えてますから、まあ中年齢、高年齢の方向けの食品を開発したいですということを、ある程度やりたいことにした上で、まあ、自分の自己アピールは市場調査とかね、マーケティングとか、まあ、そのあたり、企画力とかね、あるいは情報の収集力、分析力であると、まあ、そういったことをアピールしていくというふうに、まあ、基本的にはなると思います。まあ、一方でですね、営業職の場合はやっぱコミュニケーションですよね。まあ、スーパーとかに行って、向こうの売り上げ上がるような形で業務提案をする。あるいは、売れた方が向こうも儲かるわけですから、うちの商品をこの棚に置いてくださいよとかね、そういったものあると思います。まあ、売り場作りとかそういったことも当然あると思いますので、まあ、やっぱり向こうのね、スーパーのオーナーの人と仲良くなったりとか、まあ、そういったことが重要になってきます。なので、当然コミュニケーションスキルをアピールしていくことになりますし、歩いて回るという場合であれば、やっぱバイタリティみたいなことが必須ですので、まあ、そのあたりね、アピールしていくといいんじゃないかなというふうに思います。まあ、実際ですね、まあ、ビールメーカーのアサヒビールナッツさんなんかだと、すごく体育会系ですね、まあ、元気のいい方が、たくさん営業しているというような現状はありますので、やっぱり営業行くのであれば、体育会は非常に有利かなというふうには思います。製造職の場合と、まあ、やっぱり専門知識をもとにですね、まあ、ミスなくきちんと作りますとかね、生産工程の効率化をしますと。まあ、そういったところが大事になってきますので、そのあたりはアピールしていくのが重要かなというふうに思います。で最後にですね、まあ、この業界のまあホワイト企業はどうなんですかみたいな話なんですけど、やっぱり安定しててですね、福利厚生が良くて少数精鋭みたいなこともありまして、でホワイト企業多いです。まあ、船長、この子供一流ホワイト企業に内定させる方法という本の中でも、食品メーカーはランキング100の中に結構いっぱい入ってきてですね、アサヒビール、カゴメ、明治、森永製菓、味の素冷凍食品、札幌ビール、キッコーマン、日清製粉ということで、なのでやっぱりホワイト企業非常に多いです。結構ね、安心して受けていただくといいんじゃないかなというふうに思いますけど、まあ、それ以外にね、倍率も高くなっているということなので、きちんと選考対策は抜かりなくやっていただくといいんじゃないかなというふうに思います。まあ、やっぱりですね、国内だけだと今後はなかなか難しいということが言われている業界でありますので、まあ積極的に、ね、海外に出ていきたいという方には非常に、いいんじゃないかなというふうに思いますし、もしですね将来的に食品業界に行きたいというのであれば、やっぱりですね、まあ、企画の方に行くか海外営業に行くか、まあ、どっちかをある程度視野に入れて、まあ、学生時代頑張ったことなり何なりを、培っていくといいんじゃないかなというふうに思います。もしねそれが難しければ、まあ、トースクにいらしていただくのもいいのかなというふうに思いますので、まあ、ぜひご検討ください。このチャンネルでは処理難問か就職活動に役に立つノウハウを配信しております。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。では今日は以上です。ありがとうございました。労働時間が長すぎる。残業代が支払われない。働き方改革が進んでいる昨今ですが、世の中には職場環境があまりにひどいブラック企業が未だに数多く存在します。もしブラック企業に入社してしまうと、あなたの人生はめちゃくちゃにされてしまいます。しかし巷の就職エージェントや就活塾は、企業からマージンを得るためにブラック企業に無垢な学生を斡旋しています。彼らのせいで知らず知らずのうちにブラック企業に入社してしまうケースが後を絶ちません。この悲惨な状況を変えるべく立ち上がったのが、ホワイト企業入社に特化した完全個別指導型の就活スクール、ホワイトアカデミーです。ホワイトアカデミーは、強力なサポーターがあなたの就活をマンツーマンで徹底的に支援します。週1回1時間以上の指導を受けていく中で、就職活動に必要な対策が完璧に整います。講師はいつでも親身にあなたの相談に乗りますので、あなたが納得のいく企業から内定を取るまでサポートが続きます。さらにホワイト企業のリストをなんと1万2000社分所有しています。このリストを用いたホワイト企業の分析、ロジカルシンキング力の養成、理想の人生を歩むためのキャリアビジョン設計、これらを通じてあなたは最高のファーストキャリアをスタートさせることができます。宿題や授業をオンラインでこなすことができるシステムもありますので、もしあなたが地方や海外に住んでいたとしても大丈夫です。ホワイトアカデミーのサポートを受ければ、あなたはホワイト企業から確実に内定を手に入れられます。万が一一社もホワイト企業に内定できなかったときは、授業料を全額返金いたします。
業界ナンバーワンを5つ達成したホワイトアカデミーにぜひご相談ください。無料相談はお一人ずつ丁寧に対応させていただくため、毎月20名しかお受け入れできません。少しでも興味があれば、お早めに無料相談会へお越しください。ファーストキャリアはあなたの一生を大きく左右します。ホワイトな大企業に入社できるのは新卒の時だけですので、ホワイトアカデミーで一緒にホワイト企業の内定を手に入れましょう。